失楽園は、渡辺淳一の恋愛小説、また、それを原作とした映像作品。小説は1995年9月から翌年10月にかけて日本経済新聞に掲載され、1997年2月に、講談社から単行本として刊行された。発行部数は260万部を突破している。不倫を主題とし、 一般向け新聞連載ではあまり例のない性描写が含まれている。映画、テレビドラマ化され、失楽園というタイトルが流行語にもなった。有島武雄の真珠事件をモチーフとしている。失楽園という題名は、ジョン・ミルトン著作の同名の女児史から取られている。久木昭一郎は、現代処防の部長職を解かれて、調査室へ移動となってしまう。 突然の左遷人事から3ヶ月が過ぎたある日、衣川の依頼でカルチャーセンターにて講演を行った夜、彼の紹介で、久崎は松原林子と出会う。物語は、その数ヶ月後の9月、鎌倉にあるホテルの一室から始まる。それぞれ家庭を持つ二人だったが、密かに会うのを繰り返すうちに岐崎と林子の愛は深まっていった。次の年の2月、林子の希望で二人は、 中禅寺港を望む日光の旅館に一泊旅行をした。しかし、強力な低気圧による吹雪で足止めを喰らい、やむなく旅館でも一泊することになり、家族との関係は、この一件を機に悪化することとなる。林子は、関係が冷え込んでもなお、夫、春彦より夫婦でいることを求められ、ついには母、久美子から絶縁を言い渡される。久木は、妻の踏江から離婚を提案されていたが、 差し出し人不明の心情書が届いたことで、リンコとの関係は現代処方にも知れ渡る。子会社への転籍を打診されたのをきっかけに、ヒサキは現代処方を退職することを決意。その後二人は、それぞれの家族に離婚届を送った。移ろいゆく愛、そしてお家の恐怖の中で、ヒサキとリンコは共に死ぬことを考えるようになる。10月のある夜、 日崎とリンコは、軽井沢にあるリンコの別荘で、生酸カリを混ぜたシャトーマルゴーを飲んで侵入する。翌日午後、別荘の管理人が寝室で見たのは、死後硬直の最も強い状態で、結ばれたまま死亡して、冷たくなっていた二人の姿だった。終章で、死体検案調書と考察文が警察医によって、まとめられ、物語は終わる。1997年5月10日公開。 制作は、角川書店、東映、エースピクチャーズ、日本出版販売、三井物産、配給、東映、日本アカデミー賞、放置映画賞、キネワ巡法賞受賞作、配給収入23億円を記録し、1997年、もののけ姫に次ぐヒット作品となった。久木の家族など林子の関係者、久木の同僚たち久木と関わる、 その他の人映画化は、日本経済新聞連載開始から間もない1995年秋に決定。1985年の人平の雪の制作をきっかけに、渡辺淳一とプライベートな付き合いが生まれた岡田茂映社長が、その後の渡辺作品もほぼ独占的に雄映で、制作し、安定した成績を続けていたことから、失楽園も最初は、 東映単独で制作を予定したが、東映で作っても、普通の数字しか達成できないだろうと岡田が判断し、角川嗣彦が、うちで作らせてくれと頼んできたこともあり、角川映画部に全部任せた。岡田は、うちでやったらあんなに当たらない。角川は出版という宣伝メディアを持っているから、角川くんは兄貴じゃなく、俺がやるんだという必死感がすごかったと褒めた。制作総指揮は、 角川嗣彦で、角川書店、東映、エースピクチャーズ、日本出版販売、三井物産が制作、東映が配給を担当した。角川書店は、社長の角川春樹が1993年8月に、大麻取締法違反で逮捕され、角川書店の社長を解任されて、弟の角川嗣彦が、角川書店社長に就任した。角川春樹がオーナーだった。 映画制作部門の旧、門川春樹事務所は門川書店が1994年に九州合併し、映画事業からはほぼ撤退したと周囲から見られていた。しかし1995年11月、門川書店が洋画配給の老舗、日本ヘラルド映画系列の映画会社、ヘラルドエースを事実上の買収をした時から、映画事業に再度乗り出すだろうと認識された。これは、 角川春樹が1995年に角川書店の持ち株を売却し、角川書店と田元を分かち、その資金をもとに、同年3月に、現、角川春樹事務所を設立したための角川つ彦の対抗措置ではと言われた。映画制作の怖さをよく知る角川つ彦は当初は、実写は難しいと話し、アニメを柱とした制作を考えていたとされるが、本作、 失楽園を申請、角川映画の第一作として実写映画の制作に乗り出した。制作費全額を角川書店で持つのではなく、3分の1を角川が持ち、残りを他から集めるやり方で、結果として金が集まらない企画は面白くないものと判断し、捨てるという手法を取った。1995年10月、角川つ彦が原正人プロデューサーに、 失楽園を映画化したいと伝えた。原は、成瀬美キ夫監督の浮雲をイメージし、90年代の浮雲をやりたいと考え、今という時代の区分を体現できる人として、森田義光を選んだ。原と森田は1981年の森田の劇場映画監督デビュー作のようなものを森田が日本ヘラルド映画で配給してくれを頼み込んできた時からの付き合い。 当時はまだ短観、ロードショーの時代ではなく、の、ようなものの配給は、リスキーだった。失楽園の森田の監督起用にも、周囲からは、反対するものも多かったが、腹が脚本家の筒井智美の助言を受け強行に押した。森田は原作を読み自分なりに新しい試みが、できそうだと引き受けた。岡田茂東映会長は、森田に、 あなたの映画は理屈っぽくで当たらないのが多いから、これは、官能映画だから、理屈っぽくせず、官能でつないでほしいと要望し森田は了承したという。岡田は、森田さんも遊び人だからいい映画ができた、やってない奴が作ると、ダメなどと話している。原は森田より先に筒井に、脚本の要請をしたが、筒井は、私の世界とは、水と油と最初は断り、 このため別の脚本家で行くと決まっていた。それから約半年経った1996年7月に、再度、森田から口説き落とされ、脚本を承諾した。筒井は、当時小説を執筆中で忙しく、森田と簡単な打ち合わせをして、脚本を10日で書いたと話している。森田と筒井は1985年の、それから、で一緒に仕事をしているためイメージは共有できたという。 スタッフは森田の前作と70%同じで、撮影前にメインスタッフで数日間合宿し、古今東西の恋愛映画を見たり、日本映画のセックスシーンがなぜ嫌いなのかといったディスカッションなどを行い、勢いのまま現場になだれ込んだ。キャスティング原作に濃厚な性描写があることから、映画化にあたっては松原凛子役のヒロイン探しが難航していると伝えられた。 森田は台本を読んだ段階で、松原林子は黒木瞳しかないと思っていたことと、制作サイドで原作の読者に松原林子役を選んでもらおうとアンケートを実施したら、圧倒的な1位が黒木瞳だったことから、連載完結を待たずに原と森田で黒木に出演交渉にあたり黒木は快諾した。黒木の渡辺作品出演は、映画主演デビュー作、化身以来、 10年ぶりだった。早い段階で、黒木のヒロインは決まっていたとも言われるが、性描写の問題があるためスター俳優が脚本を読む、前に出演を決めることはなく、脚本の完成は1996年7月以降であるため、黒木と役所の正式なキャスティングはそれ以降である。当時のマスメディアが黒木と、川島直美がヒロイン争いをしていると盛んに取り上げ世間を賑わせ、 映画のヒロインは黒木が、テレビドラマでは川島がヒロインを演じた。黒木は、撮影前に、渡辺から、これは、オスとメスの話である。あなたはひたすら、女、メスでいいと言われたという。黒木は、見る人が喜んでくれる映画を作るためには、自分はありません。自分の意見は重要視しません。あくまで一人の女優として、一つの素材として、自分を提供するにすぎません。 監督の指示に従いますなどと話している。久木正一郎役の役所工事は、1996年のシャル・ウィーダンスと眠る男で、その年の主演団優勝を総ざらいしていたことから、今という時代の匂いのする俳優としての抜擢。役所工事も、黒木瞳も、全面的に森田の演出を信頼し、撮影はスムーズに進んだ。 木村芳野の,の映画デビュー作で、木村は本作の公演で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。演出あらゆる撮影技法を駆使し、ベッドシーンには30以上の仕掛けを取り入れた。機動性の高いスーパー16での撮影を導入し、セックスのエクスタシーを表現している。0号死者0号死者の段階で、エイリンのチェックが入り、成人指定の恐れがあった。 成人指定になると宣伝や動員で大きな影響が出てしまう。本来ならこれ以上は切れないという完成度だったが、森田は角川つぐひこやスタッフの集まった席で自ら切るといい、成人指定にならないよう工夫した。角川はスタッフのいる場で自ら切ると言ったのは森田の人柄の良さから来たものだったと思うと述べている。 オールラッシュと映東京撮影所で関係者全員が集まり、オールラッシュが行われた。見終わると場内がシーンとなってしまった。みんなもっと激しいエロスを期待していたためで、先の影響でそれらはほぼカットされていた。すると、角川嗣彦が、いいじゃない。これを当てるの、我々の責任だよねと言った。しかし原正とは、あんなに当たると思わなかったと話している。 宣伝宣伝は、東映の映画宣伝部が担当。日本経済新聞での連載だったことから、当初のメインターゲットは、同志のメイン購買者とその配偶者である50代から60代の男女としていたが、監督の森田、キャストの役所と黒木が決定したことにより、単なる官能的な映画ではなく、品のある映画になることが予測できたことで、映画宣伝部内の話し合いにより、 宣伝のターゲットを20代の女性まで下げて広げていく方針が取られることになった。パブリシティで扱うメインカットは役所とクロキが雪の中を二人で歩いていくカットにし、ポスターでは官能的な絵柄を使用し、綺麗なビジュアルと官能的なビジュアルの両方で展開させた。工業成績女性客を集めて配給収入で23億円、工業収入では 約40億円の大ヒットを記録。社会現象になるほどの話題を読んだ。岡田茂は圧倒的に女性支持者が多く75から80%が女性でした。これは予想外で私には全く読めなかった。朝早くから高齢者が来て昼前後から30代、40代の女性が押しかけてくるんです。やはり家庭の主婦を中心に不満があるんでしょうね。 あの映画を見て一つの夢を描くんです。もう一度恋をしたいとね。それで、主婦たちがわーっと押しかけてきたんだと思います。しかも、一人で来ないで何人か誘ってくるんです。制作費を抑えながら、よく主婦層を掴んだなどと評している。批判も多かったが、大ヒットした原因を、原正とは、原作の話題性が第一、それに加え汗臭さ,さのない映画を作りたいといい、コンセプト、 気品のある役所工事と黒木瞳らのキャスティング、筒井智美の脚本、森田義光の映像センス、映画的な語り口のうまさと分析している。森田は前作が時代を先取りしすぎてこけて傷ついていたため、本作がびっくりするくらい当たりを喜びしていたという。角川つぐ彦は50代の社会的な地位のある男性に純愛はないのかというタブーがあり、それは 倫理的に言えば非社会的なことで、それをあの時代に映画が切り取ったから大衆が求めたんだと思いますと述べている。大ヒットし、角川嗣彦は、岡田茂から役所工事は森正幸になったねと褒められたことが嬉しかったという。角川嗣彦は、本作の制作をきっかけに森田とプライベートな付き合いも生まれ、1999年の黒い家、 2007年、サウスバウンドで製作者として関わり、森田が亡くなる直前まで新作のデベロップメントを行った。角川は、森田には自らの企画ではない、頼まれ仕事であってもエンターテインメントとして完成度の高いものを作れる優れた才能があり、それが一番発揮できたのが失楽園でなかったかと思うと評している。1997年の第21回。 モントリオール世界映画祭に正式出品したが受賞はならなかった。同映画祭で上映された再編集バージョンが失楽園として1997年9月20日から全国東映系で公開されている。1997年7月7日から9月22日まで日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に全12回を放送。 制作は読売テレビ。映画がヒットしたこともあり、日本テレビの月曜22時代のドラマとしては唯一、平均視聴率20%を超えた作品となっている。また最終回の視聴率27.3%も、読売テレビの1992年から2004年の12年間にわたるプライムタイムの全連続ドラマの中での最高記録である。また、 性的シーンが多く描かれた。ビデオ化は VHS 版にてリリースの経緯がある。2007年9月20日に DVD ボックスが発売されると告知されたものの延期。さらに2009年12月31日に5枚組で発売されることが決定したが、これも延期となった。2014年9月30日に出版社の宝島社よりディビッドブックの携帯で 失楽園リビドブック発売。連続ドラマの高視聴率を受けて、1997年12月29日に、失楽園特別編として21時23時24分に放送された。ドラマの総集編に、TV 初公開の映像、イタリアでの新つまみシーンも加えた特別番組として放送され、視聴率も20%超えを達成した。また主題歌として、 ザードのシングル、マイベビーグランドぬくもりが欲しくてのカップリングであった、ラブイズ・ゴーンが使用された、失楽園に関するカテゴリー、ありがとうございます。